神奈川県人権啓発センター自転車です。昨日ツイッターでね、安倍元総理が亡くなったのをすっぱ抜いた山口俊之と百田直樹は悪くないっすねって書いたらね、もう自転車見損なったとか、もうそんな人らだったのかとかね、そういうふうにね激烈に反応する人がいたんだけども、それは自転車を誤解してますね。自転車は一応ウェブメディアなんで、まあ報道機関と言えるわけです。で、私も一応ジャーナリストの端くれを名乗ってるわけです。そうするとやっぱりそういうね、一国の総理をやった人が亡くなったっていうことをすっぱ抜くっていうことは、まあ我々も破棄しでやりたいことなんで、そこをね、じゃあ百田さんだったらダメとかそういうことは言えないわけですね。まあよく言ってたのがね、そのいや NHK みたいなね、ちゃんとした報道機関ならいいんだと、ね、百田なんて個人じゃないかと、ね、お前はなんかネトウヨなのかみたいな風に言われるんだけどね、なんか僕はなんかネトウヨとか言われたりとかね、あとなんか共産党シンパーと言われたりとかですね、なんかもうその辺むちゃくちゃなんだけども、まあ僕はもう自転車としてね、この一応ウェブメディアをやってるっていう、それ以上でもそれ以下でもないわけです。で、その別にメディアっていうのは何かしらこの免許を持ってるとか資格を持ってやってるわけじゃなくて、ジャーナリストっていうのはみんな自称ジャーナリストなわけです。で、それは企業もあれば個人もあるわけです。で、その発信方法もその、ね、テレビも場合もあれば、紙媒体もの場合もあるし、ネットの場合もあるわけ で、そこをね、じゃあこれはいい、これはダメって線引きするのは、それは不可能なわけです。じゃあ一個人が SNS ですっぱ抜くのはそれは悪いのかっていうと、それを悪いっていう根拠はどこにもないわけですしね、それを悪いって言ってしまうと結局ブーメランになってしまうわけです。自転車もこうやってね、ウェブで報道してるし、で報道機関っていうのはやっぱり事件事故を扱ってね、でなおかつ皆さんね、いち早くね、正確に情報を伝えようと、出し抜いてやろうっていうふうに皆さんね、こう頑張ってるわけです。で、それはやっぱり最終的にはお金のためなんですよ、商業メディアですから。だからすごくまあ下水ことですよ、その人の不幸でね、儲けてるわけで。でも仕事ってやっぱりそういう要素っていうのはあるわけです。この公園の掃除なんかをやってる仕事でも、やっぱり世の中の汚い部分をね、引き受けてるっていうところがあるんで、それはメディアもね、そんな綺麗なことばっかし扱ってるわけじゃないわけです。で、時には一部の批判を浴びるようなこともしないといけないわけですね。それがやっぱりプロっていうものなわけです。もうその辺のね、飲み屋で話してるようなね、たわいもないような話をするだけだったら、それは素人でもできるわけです。でもやっぱりプロっていうのはね、いやこんなこと聞くかみたいなことを人に聞いたりするし、いやこんなことを書くかみたいなことを書くわけです。それについてね、そのことについて、まあ世の中に興味が持ってる人がいれば、でそのことで何かしらね、利益を得ようとか、あるいはまあ政治的にね、意味合いのあることだったら、そういうものはどんどん出していって、そのことでお金をいただくっていうのがメディアの仕事なわけだから、まあそこをね、とやかく言ってしまうと、やっぱりブーメラン、どの口で言うかみたいなことになってしまうわけですね。で、そのあたりでですね、僕ちょっとこのあたりはもうこうメディアリテラシーの話になってくるんですけども、やっぱ最近良くない風潮っていうのがあると思うんですね。やっぱりメディアってね、コンプライアンスっていうのにはね、あまりそぐわない業界だと思うんです。例えば自転車だって、ドアって誰に言うとんじゃ、聞いとんじゃこらみたいな、そういう動画をすっぱ抜いてあげましたよね、 YouTube に。あれだって、まあ、こっそり寿司のね、某所から手に入れて、でその別に津市なんかの、ね、許可も取らずにアップロードしたわけです。それでもう津市役所は大騒ぎですよ。だからやってることは、もうひょっとするとこれはまあね、業務妨害になるかもしれないし、まあ、守秘義務違反になるかもしれないし、で公務員の人なんかでね、こっそり僕に情報を教えてくれる人なんか、まあ、時にはね、いやこういうことを言うのはね、守秘義務違反になってしまいませんかっていう人がいるんだけども、僕は一応説明してるんですよ。僕はどうやって説明するかっていうと、いやそれを言ってしまうとね、いろんな報道機関だって、まあ、官邸からの、ね、情報とかね、どこどこの省庁の消息筋の情報とか言って、まあ、リークしてもらって、でそれで報道してるっていう現実があるわけですね。でそれは厳密にはやっぱり守秘義務違反ですよ、それは。だけどじゃあなんでそれが許されるのかっていうと、それはその法律の上に憲法があるからですね。その、まあ、公務員法でね、守秘義務っていうのがあったとしても、その上に憲法があって、そこに表現の自由とかね、民主主義っていうものが定められてるから、当然それで免責されるっていう理屈なんです。法律違反だけどもね、形式的には。だけどその憲法に定められてる国民の権利を行使してるんだから、これは法律より上のこと、上の部分でこの免責されるんだっていう、そういう
う理屈でやってるわけです。それこそもう昭和の頃はもっとすごいことやってましたからね。なんか麻薬の売人から麻薬買ったりしてましたよ、その報道機関はね。だけどまあ最近は良くない風潮して何でも何かんでもコンプライアンスっていうから、もうそれはおかしいんじゃないかと思うわけです。本当に厳密にコンプライアンスっていうと、この報道っていうものはね本当に成り立たなくなってしまうんです。じゃあもう政府のね公式発表だけでいいんだとね、その商業メディアが勝手なことをするなって言っちゃうと、そしたらもう完全に商業メディアの否定じゃないですか。そうするともう政府の公式発表ばっかりになって、いや果たしてそれが民主的な世の中なのかっていうことになってしまうわけです。でやっぱり国民主権っていうものがあってね、国民っていうのはまあ王様みたいなものなんでね、じゃあ王様にとってね気分の悪いこと、都合の悪いこと、そういうものは一切報じてはならないっていうことになると、それが果たして世の中のためにとっていいことなのかって言ったら、それは違うんじゃないかなと思うんですよね。だから商業メディアっていうのは、まあ、やっぱり下水んだけども、 お金のためにね、お金とい もうそういうものを機動力にしてですね、そのまあ、国民の知る権利に応えてるっていう、まあ、そういうね光と影の部分があるものなんですね。だから僕もそんな人のことを言えない。で人のことを言えないっていうことについてね、まあ、僕は思うところがあるのは、まあ、最近のメディアの良くない風潮として、このね、まあ、公務員の守秘義務違反とか個人情報漏洩だとかね、そういったものを叩くっていうのは僕は良くないと思ってる。それはメディアがやっちゃいけないこと、僕ははっきり言ってそれは禁じ手だと思ってる。まあ、メディアっていうのは、あっち知ってね、個人情報保護法でもね、規制対象外なわけです。だから、人の個人情報を嗅ぎ回ってね、それで儲けてる立場だし、で、守秘義務に反してね、この政府のね、関係者からリークしてもらって、それお金を稼いでる立場で、そういう立場の人間がね、個人情報保護違反だの、守秘義務違反だのって言ってしまうと、それはブーベランになりますよ。自分で自分の存在意義を否定するようなもんじゃないですか。だからそれはメディアの人間がやっちゃいけないというか、まあメディア側で言う筋のものじゃないわけです。その守秘義務違反だとか個人情報保護法違反だとか、そういうのは、まあ、政府側が非難する筋のものであって、メディアが非難するような筋合いはないと僕は思うんですよね。だから僕はそれは非常に良くない風潮だと思ってます。ただね、メディアでも僕は何でもやっていいとは思わないんですよ。やっぱりメディアにとって正義というのは、正確な情報、正しい情報をなるべく早く伝える、正確にね。でなおかつその、じゃあ重要な情報を隠さないっていうことも大事ですよ。例えば今回のはね、安倍さんを殺害した犯人、宗教団体にね、親が属してるみたいな話が出てるけども、まあ統一教会だってはっきり言わないじゃないですか、なかなかね、この日本のメディアというのは。まあ一部の週刊誌なんかこれからえげつないほど報道するかもしれないけども。だからちゃんとね、正確な情報をどんどん伝えていくっていうことをしないとですね、そうしないと陰謀論がね、はびこってしまうんです。この統一教会にしてもね、僕覚えてるんだけども、それこそ僕は子供の頃、中学生の頃なんかも毎週のように統一教会のネタやってましたよ。テレビがワイドショーで、桜田淳子が広告塔になってたやつですね。で壺を売って儲けてるって言って、もうボロクソに非難してたんですよ、統一教会をね。だけどまあ途中からパッタリ報道がやみましたよね。だからまあまあ知ってる人は知ってるけどね、その統一教会の世界日報とか、まあそういう系統の機関紙とかあって、そういうところでやっぱりお金がね、そのメディア関係者とかその政治家に出てるんで、それ黙らされてるっていう面はあるんです。これは否定できない事実だと僕は思います。でよくその陰謀論界隈にネタにされるものとしたら、他にもまあ創価学会とかね、宗教団体って結構出てきますね。あとはユダヤだの、部落も出てくるし、あとは在日とかね、まあ、そういうね、ものの共通点って言ったら、やっぱりね、メディアがなんとなくこう報道しにくいもの、そういうものっていうのがやっぱり陰謀論になりやすいんですよね。だからね、やっぱりメディアの反省としてはですね、そうやって何かしらタブーにしないで、それは身も蓋もない話だろうと、どん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 ね、ちゃんと事実を報道していくっていうことがメディアの役目だと思うんですよね。それでものすごい非難が来るかもしれないけども、じゃあそれで屈するんだったら、それでやめますって言うんだったら、それはプロじゃないですよ。そんなの素人としか変わらないですよね。やっぱりプロだったら、それは当然時には危険なことや汚れ仕事もやらないといけないわけです。であとね、
メディアのやってることで僕は気になるのは、その例えば何かしらこうお気持ち報道をしますよね。なんかこうお気持ちはどうですか、印象はどうですかということでね、あるいはこのこう実家とかね、こう親族とかに群がったりとかね、あるいはちょっとやっぱ呆れたのがね、その医者に対してね、誰それの表情がどうでしたかとかね、どう思いますかみたいなことを聞くんだけども、それって医者に聞くことなのかっていうふうに思うんですよね、うん、やっぱし僕報道で良くないののもう一つが、やっぱりこのお気持ち寄り添い系の報道、なんかこう感情に訴えかけようっていうような報道って僕はなるべくするべきじゃないと思うんです。やっぱり事実を伝えるってことが大事なん でそれに関しては僕はやっぱりね、教育の問題があるんじゃないかなと。僕ね、やっぱ学校なんかでね、皆さんね、作文とか書かされますよね。で、その作文なんかを書かせるときに、やっぱりそのテストなんかで出てくるけども、そのこの時のこのね、この人の気持ちは、この主人公の気持ちはどうだったでしょうかみたいな、そういうことを質問でね、出されたりするけども、いや、そんなの分かんないじゃないですか、お気持ちがどうかなんてことは。で、まあ、自分の気持ちをね、文章で表現してみましょうとか、まあ、そういうことはね、よく学校の教育として出されるけども、でもね、それよりもね、もっと大事なのは、やっぱり、原点として、その文章を書くっていうのは、その見たままの事実を、ありのままに伝えるっていうことがね、大事だと思うんですよね。だから学校とかでもね、やっぱり学校教育としてやってほしいのは、例えば運動会がありました、文化祭がありました、その時にね、何があったかっていうのを、じゃあそこにいなかった人でも分かるように文章で表現してくださいっていうのを学校教育でやったらいいと思います。その気持ちとか、そのじゃあ人の感情というものを表現しようっていうんじゃなくて、自分の見たままの事実をね、まあ言ってみれば写生ですよ。こうそのままその自分が見た事実というものをこの文章としてこう記録として残す。で、他の人が見てて、そのね、じゃあ実際にその文章を書いた人が見た情景というものが、このね、ちゃんと時系列でこう思い浮かべられるような、そういう文章を作るっていうことは非常に大切だと思うんだけども、僕ね、そういう教育っていうのがね、あんまりされてないように思う。今はね、紙なんてただみたいなもんだし、でもスマートフォンとかパソコン使えばね、文章なんて無限に書けるでしょ。でも昔はね、紙って貴重だったんで、そんな長々と自分のお気持ちというのをね、連ねてるようなね、そんな余裕はなかったわけです。だから文章を書くって言ったらね、何々これあり候、これなき候とか言ってね、ちゃんと論理的にね、すんごいこうきちっとした文章を書かないといけなかったんです。候文ってね、バカにしちゃいけないですよ。すごいこう論理構造がものすごいね、明確ですからね。こう自分がこう何をしてほしいのか、ね、何を要求しているのかで、何を受け取るのかとか、そういうのをね、もうビシッとね、こう的確に書くっていうのは、それがいい文章ですからね。今ちょっとね、そういう教育がちゃんとできてないんじゃないかなと思うんですよね。だからそれがね、メディアの質の低下にもつながってるんじゃないかなっていう気がしてならないんですよね。だからね、まあ、子供さんいたらですね、そんな自分の感情を書いてみましょうじゃなくて、やっぱ大事なのは見たままの事実を人に伝えるっていうことがすごく大事だと思うんですよね。だからそういう教育っていうのをね、やっていけたらいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今日はね、ちょっとね、趣向を変えてね、この、まあ、メディアリテラシーというか、まあ、僕なりのね、この報道というか、メディアのあり方についてお話しいたしました。